勉強と部活の両立についてのショートドラマをお届けします。それではどうぞ。両立できるか不安だな。大丈夫、私たちに任せて。テスト1週間前はテスト休みがあるし、月曜日は部活がオフだから、その時間に勉強すれば大丈夫。優しい先輩や同級生が勉強を教えてくれるよ。特進クラスの人もこんなにたくさん。それなら私たちもできそう。えいえいおー。